警視庁機動隊関越式とは、警視庁が行う、関越式である。警視庁年頭部隊出動訓練についても、この項にて取り扱う関越を受ける、警視庁、第二機動隊警視庁機動隊の前身である、警視庁予備隊は1948年5月25日に、創設され、それを記念し、毎年5月25日付近の火曜日を、目安の午前7時から、 明治神宮外苑、聖徳記念会画館前で実施される。関越式は、都民の理解と信頼を深め、隊員の式公用を図るため、とされている。2020年度は、新型コロナウイルス感染症の国内流行により、半年遅れの11月12日に延期され、開催された。警視総監の訓示のほか、警視総監の前で、警視庁、第一機動隊から、特化車両隊、 女性警察官機動隊、総理大臣官邸警備隊など機動隊員が、更新し、機動隊の特殊車両のパレードなどが行われる。実施規模としては2017年度開催分を例に、すると、警視庁警備部の機動隊員、約1900人と警備県8頭車両86台が更新した。来賓として、東京都幹部、警察庁幹部、陸上自衛隊、 第一師団幹部等が招待される。分裂更新の徒歩部隊では、陸上自衛隊同様に分裂更新曲が使われる。なお、車両部隊の演奏曲は、警視庁によれば、ギャロップニジという曲を使用している。以下に例として2020年度実施文について表記する。カッコ囲みされた部分は、部隊指揮官の役職及び階級を示す。 出動副部隊国際警察緊急援助隊、一般警備部隊広域緊急援助隊援助隊、特殊技能部隊警備犬部隊、山岳救助レンジャー部隊車両部隊指揮官、特化車両隊副隊長、警視車両には案内番号が付けられており、放送で数字と車両名が読み上げられる。災害用レッカー車投降者指揮官、第三機動隊副隊長、 警視警視庁機動隊関越式とは別に、警視庁年頭支越式と呼ばれる、年頭行事が別にある。関越式同様に例年は明治神宮外苑、聖徳記念会画館前で実施されるが、2016年度は、江東区の夢の島で実施された。こちらは、機動隊だけでなく、交通機動隊、機動捜査隊、公安機動捜査隊などが参加し、機動隊関越式より、 大人数で行われる。2020年は1月11日に実施された。なお、更新局に抜刀隊は使用されない。例として、2018年実施分について表記する。括弧囲みされた部分は、舞台指揮官の役職及び階級を示す。特化車両隊の一部車両には、案内番号が付けられており、放送で数字と車両名が読み上げられる。 徒歩部隊特化部隊車両部隊ヘリコプター、編隊飛行士機関、航空隊長 L、警視庁機動隊が、関越式イコール災害救助部隊など1900人、更新時事、ドットコムニュースハット ABCD 警視庁、警備部警備第一課、令和2年警視庁機動隊関越式、警視庁、2020年5月4日へ覧、平成30年警視庁年頭部隊、 出動訓練分裂更新 -2018.112YouTube ありがとうございます。